はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回のゲームコレクター酒館はファミリー対ドラえもんギガゾンビの逆襲。まあね、RPG ジャジャマルやったけども、ちょっともう少しねライトなものを繰り返してやってからね、もっと違うところにステップアップしていきたいなというところで、緩め、偏見ですけども緩めな、はい、つうわけでリセット。まあ、ドラえもんはね、まあ、ギガゾンビの逆襲は、当時としてはハドソンがねアクションゲームのドラえもん出してドラえもん2を発表してたけど、当時、まあ、エポク社がスーパーカセットビジョンとか作っててね、ファミコンのライバル機を作ってたんだけども、まあ、後にねファミコンに参入していって、でそうすると、まあ、当時としてはねエポク社の方がこう権利、まあ、そこら辺のところは強いんで、まあハドソンのドラえもんはどうなったか、ドラえもん2はどうなったか知らないけども、まあこれが出たと、まあそんな流れでしょうか。まあすごいざっくりすぎた言い方なんで、まあ多分その間にはいろいろとまああるんでしょうけどね。でまあこのドラえもんギガゾンビの逆襲に関して言うと、そのドラえもんの初期のね映画何本かのエピソードをというかその後かなっていうのをこうごちゃっとやった感じのストーリーになっていて、でまあそこにねギガゾンビっていうのはドラえもん日本誕生だったかな、あの辺でこう出てきた敵がこう、まあその後の話的にねこうなってるわけですよ。でまあまあ今読んでなかったから内容ちょっとね特にトレースして話はできないんだけど、でまあこういう風に始めるで、今セーブデータない状態作りました、わざわざクリアするから、で初めからやる。でこれで、これゆうきって別にゆうきくんって名前じゃなくて、ゆうきというねパラメーターがあるっていう、パラメーターじゃないか、まあ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 いいや、はい。ということでメッセージスピードはまあ早いにしときましょうかいろいろと今早いにしてミスったこともいろいろあったりするんですけど、まあいいや、はい。で男の子、はい。かつて人類の歴史を支配しようとした精霊王ギガゾンビ、彼が今再び世界を征服するための計画を進めていた。さまざまな世界の支配者たちが支配者たちをよみがえらせた、よみがえらせ彼らを操り出したのだ。これがだから過去のドラえもんの原作映画ですね。それを知ったドラえもんたちはその野望を阻むために立ち上がった。あんまドラえもんたちってそういう方向性で積極的にならないはずなんですけどね、どうやって知ったかもよくわかんないですよねね、原作の映画だとそこら辺ところでこうちゃんとエピソードがあった上で冒険とか行くじゃないですか。だからそこがもうざっくりないんですけど、タイムマシンでギガゾンビがいる原始時代へと向かったのだ。ところがその動きを知ったギガゾンビが悪空間をねじ曲げてしまったのだった。ドラえもんたちは時空乱流の中に放り出されてしまった。ドラえもんだけが彼の住む町に戻ることができたのだが、あれあれ、ここはどこ？で下が僕です。ドラえもん、竹川くんじゃないか、なんで知ってんの？みたいなね。すると僕は元の町に戻ったのか。だからもともと僕っていうか酒館って人ものび太たちのドラえもんたちの町にいたということですね。目の前にパッと現れたんだって。一体どうしたの？大変なんだ、精霊王ギガゾンビってやつが世界を征服しようとしているんだ。ああ、のび太くんやみんなを探しに行かなくちゃ。ねえ、僕と一緒にみんなを助けに行ってくれない？これ迷いますよね。まあこれ全部断り続けるとバッドエンドってパターンもやっておく？いや、まあやんなくていいか。はい。ということで。はい。まあね。それじゃあ早速この時空神カウンターで
みんなの居場所を調べてみよう。あ、誰か魔界に飛ばされてるみたいだ。それならまず魔界へ行く方法を見つけようよ。行こうドラえもん。じゃあもしもボックスでも使えばまあまあそういう感じだよな。これはいや怒られました。でもそれどころじゃないんです。あれこっちか。ということでまずはあの町聞き取り調査を。友達同士で相談することはとっても大事なことよ。南は地図の下の方だ。北は上、東は右、西は左か、左だ、わかるかねっていう、まあ割とこうしっかりとね勉強してくれさせてくれますね。町の人の話をよーく聞いてね。でとりあえず町の人の中には何か素敵なものをくれる人もいるわよ。これ音楽大丈夫かな。もしかしたらこれ音楽切ってる可能性もあるな。何とも言えないな。この使用楽曲これジャスラック言ってるやつかな。疲れたらドラミちゃんを呼んでセーブするといいよ。僕はポケットに入れたままでは、道具はポケットに入れたままでは戦闘に使えないぞ。僕この家で池でクラゲを見ちゃった。本当だよ。歴史君に会ったかい。とっても頭がいいから何か知ってるかもね。いや歴史君と冒険したいよね。どら焼きをいっぱい集めなさい。集めなされ。悪者を懲らしめるとドラミちゃんからご褒美がもらえるんですってね。まあまあこれは後でね見れますから。これジャイアンリサイタル会場かね。てか今あんな土管のある空き地なん今てか今の原作でどうされてるかわかんないけど。でこれは入れないのか。じゃあ家はこの空いてるやつだけ入れんのかな。しっかり忘れてます。あこれスネちゃまの家っぽいね。あスネちゃまったら一体どこに行ってしまったんざましょう。これ楽曲的にこれ完全に使ってるよな。音楽ジャスラックのシール貼ってあるから思いっきり使ってんな。このゲームほとんどもしかしたらあの音楽カットでやってるかもしれません。これは厳しいね。これジャスラック使ってるもんね。竹川くん静か見かけなかった？ピアノのレッスンから戻ってこないのよ。ということでそっかこれ思いっきり使ってるのか。これは厄介だな。ジャジャマルはなんかなんとなくラッキーパンチ的にジャスラック引っかかったようなイメージだ。ジャスラックじゃないかあれは。負けんり引っかかったけどこれは思いっきりジャスラック引っかかってくるな。大丈夫かな。まあ上げてみないとわかんないからなんとも言えないや。スネオくんのお家はお庭があっていいわね。ここは誰ん家なんだ。さてここジャイかな。やっぱジャイだった。全くタケシったら店の手伝いもしないでほっつき歩いて帰ってきたらうーんとお仕置きしてやる。ジャイ子いないのかな。ジャイ子これはのびちゃんはどこで遊んでるのかしら。ドラちゃんどら焼きあげるから探してきちょうだい。
どら焼きもらっちゃったよ。あれ、どら焼きって何で調べるんだっけ。どら焼き20。最初 何個あったか分かんない。まあいいや。というか特に何もないね。やばいな、やばいな。これはなんか楽曲的にな不安から一日も早くクリアしたい気持ちになりました。いた、デキツキくん。実はのび太くんたちがいなくなっちゃってこれから探しに行くんだけど、最近街で変わったことはない？いや、街で変わったことよりもさ、探しに行くことに対して驚いてほしいよね。うん、あ、そうだ、確かヘンテコな電話ボックスがあったよ。いつの間にか街の中にできたんだけど全然通じないんだ。なくした。もしもボックスかもしれないね。ありがとう、探してみるよ。この、あ、待って、このピコタンハンマーとヘルメットをあげるよ。きっと役に立つと思うよ。で、羊くん、ありがとう。もう何を言ってるかよくわかんない。持ってない、持ってない、持ってない。ピコタンハンマーは、まあいいや。ん？で、あ、一番左側ってなんだっけ、あれ。これ自分家だったっけ。これ静香ちゃんのところ。あ、これ自分家だ。これ自分家だ。あれ、静香ちゃん家に、あ、行ったか。デスジ君の家はこの東にあるよ。、うん、あれ、特にないね。さて、あと誰ん家に。あ、違うですよ、これか、これか。ちょっと待って、足元じゃないのか。え、これ何をどうすりゃいいんだ。あとどこにある。これか。ああ、っていうかワープするぐらいだったら最初から最初からみんなワープ、こっちにみんな来てるとかそういうことないのかな。あれ、この世界の人はみんな魔法を使えるのよ。この星の町には魔法の壁があるんだ。魔法を使える人と一緒じゃないと外には行けないよ。なるほど、本当だ、外に行けない。えいえいじゃねえ。魔王デマオンが復活したのよ。街の外は魔物たちでいっぱいよ。怖いわ。えい、行けない。ここは星の街だ。デマモの秘密を知っている満月博士がさらわれたらしい。秘密っていうのかな、それ。あ、魔王の秘密を知ってる博士がさらわれたのか。魔王デマモンの手下のメデューサに石にされちまったやつがいるんだよ。魔王を倒さないと元には戻らないだろうな。さて、誰でしょう。満月博士の娘の美代子さんもいなくなってしまったの。どっか猫でいるんじゃなかったっけ、これ。うん、満月博士の庭に星の形の絵があるんだ。魔法陣って言うんだよ。魔法陣がある家にをまず探すか。あ、でもその前に全部、やっぱ満月邸の中を野良猫がうろついてるのは見た。いいえ、あ、そう、私その猫が魔法を使うのを見ちゃったの。ああ、それ美代子さんだから。
あそこにあるねということで、まあそれは後回し。満月博士の家に見かけない男の子が入っていったわよ。ジャイとスネ夫のどっちかだよな。静香ちゃん最後だったと思うんだよ。ということで、動物の言葉、動物の言葉が分かってしまう食べ物がある、そうよ。本当かしら。まあそれをそれはドラえもんの秘密道具であって、あなたたちが知ってるとは思えないんですけどもっていう。ここはドラ焼きと道具を交換するところだ。交換する？まあ今のところいいや今のところ多分美代子さんを仲間にするまでは外出れないから戦闘にもならない。早くこうレベルアップできる段階に行かないといけないんだけど、うん、あ、これ宝かな。普通の帽子、そうだ、武器持ってない、持ってない。道具、ドラえもん、あれ、あ、ポケットに、あ、そうそうそう、思い出した、ポケットに全部入ってんだよ。そうだよ、これピコタンハンマーは渡す。ちょっと待って、どっちを持った方がいいんだ。これめんどくせえな。そっか、これか、めんどくさいな。本当にこういろいろとこう試行錯誤し、試行錯誤じゃねえ、試行錯誤してる時代だよね。ピコタンハンマーよりこれは、あ、ちゃんと見える、ステータスが見える、嬉しい。じゃじゃ丸全然見えなかったからな、嬉しい、これ嬉しい。え、帽子をかぶってたら、帽子をかぶってたら、帽子かぶってたら、あの装備それで終わりなの？マジ？そんなだったっけ？オッケー、これで戦える。いや、まだ出れないから戦えないけど、戦えるかもしれない。よし、池の横の木の根元に変なこんにゃくが落ちてたわ。誰が捨てたんだろう。池の横、ちょっと待って、池の横ビスケットはどうした。ビスケットはあ、ビスケットって言ってなかったか。動物の言葉喋れるって言っただけだっけ。あれ、隣の村に銀があるという噂じゃん。どういうこと？隣の港の村はここから東じゃよ。隣、銀河じゃなくて銀があるってことね。間違えた。いや、あるじゃん。あるじゃん。で、これで、あとはもうこういう。え？池の、木の根元ってどこよ。こういうところかな。え、ちょっと待って、どれのこと言ってんだ。ちょっと待って、どれのこと言ってんだこれ。あれ、ここじゃなかったっけ。あれ、木なんていっぱいあるじゃん。わかんねえ、ここじゃないのかな。あれ、あ、まあいいや、ちょっと早くパーティーを組んで外で戦えるようにしましょう。のび太くんか、最初か。そうだね、のび太石にされた。いや、なんかドラえもん言えや。
魔法の帽子の方がいい。おお。じゃあのび太くんが、そうだな、のび太最初だな、助けんの当たり前だな。なんかもうジャイアント、もうのび太がいるものと想定してジャイアントかスネ夫どっち助けんだったっけって思ったけど、まあのび太ですよ最初は。みーみー、これでついてくんじゃなかったっけ。あ、ついてこないのか。ちょっと待って、そっか、最初こんなに戦闘に行くまで時間かかったんだっけ。全然もうドラえもんも多分最後にプレイしたの何年前だえ、これは変なマップですね、変なマップですね。こういうこと、あ、そっち出ちゃうのか。じゃあ下か、え、下、あ、これ、ここ通れるってこと。また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 、そういうことやるそういうことやる、やるよねやるよね。まあ知ってたけど、うん、こういうのをね踏まえるのってやっぱりまずはドラゴンクエスト 1,2 やっておいた方が良かったね、このチャンネルでも。てかみんな知ってることか当時のこの手のゲームのこの文化をファミコンでのね文化を遡るって意味で、やっぱなんとなくドラクエやっとかないとこの辺がうまく把握できないかもしれない。ドラえもんに渡すこととドラえもんのポケットに渡すことと違う複雑だよ、もうもう何もしてないのにどんどん強くなる彼らわけわかめ、うん、まあいいや、あそこだよな、これだよな、調べられない。えい、ちょっと待って、動物に話しかけてうんぬんってやつをはどこだ、どこで手に入れんだ。こんにゃく翻訳って翻訳こんにゃくだよ。でもこれ動物の言葉をしゃべるのって動物ビスケットじゃないの。どうだったっけな、特用どら焼き、どら焼きでどら特用どら焼きを買うシュールな世界観なんだよな。まあまあいいんだけどさ、いいんだけど、あれどうすんだっけこれ。まずはでもあれどこでヒントもらった、さっき多分建物内でもらったヒントだよね。そのあれ、これさっきのアイテムの部屋、家だっけ。あー来た来た、どこだあれ、ここショップ、あ違うか、こいつは池の横の木の根元に、だいたいさ落ちてるこんにゃくもう食えないぜ。池のどこだよ、どれが池なんだよ池ってどれが池なんだよ、おい。こういうところ？え、池の横ってどこ？どこ？池ってどれよ？木でしょ？どれ？全然わかんねえ。
わかんねえ。ちょっと待って、どこだ。ダメだ、こうイライラが募ってくる。これどこだ。あれ、だからまずここでこの美代子さんに話しかけるって、話をガッツかわいいねじゃないんだよ、話を通じる手段だよ。池の横の木の根元。あ、これかな。これ怪しいな。アホか、全部木が同じ木じゃねえかよ。同じ木じゃねえかよ。アホか。アホか。そっか、これ分かりにくいけど、まあだいたいさ、木の下に落ちてるこんにゃくをさ捨てるよね。誰かで構わず捨てると思うよ。ここで道具、違う、道具、ドラえもん、ポケット、翻訳こんにゃく使う。ドラえもん翻訳こんにゃくを使った。ドラえもん私を美代子。美代子さん、もうドラえもんの顔が壊れてんだよな、もう完全に。また魔王に魔法をかけられてしまったの。魔王を助けなければのび太くんも元に戻せないよ、戻れないわ。そのためには銀の矢を手に入れる必要があるの。僕たちに任せて、きっとデマオンを倒してくるよ。私、待って、私も一緒に戦うわ。ということで、これでやっと外出れるようになると。美代子さんはいるんだけど、戦えたっけな。まあとりあえずこれで外出れるでしょう。外出られるでしょう。ちょっとしばらく、ちょっと雑魚戦う。ちょっととりあえずしばらくここでうろ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 。ある意味今日はもう、今日のプレイはもうここで終わってる。あ、ちょっと待って、これこの頃のゲームのね、あの悪いところ、あのやられたキャラクターに対して攻撃指示をしてる場合にはスカル。ね、あのドラクエもね、5、6ぐらいかな、あのこう1番目倒したら2番目にこう攻撃が移る、あれをね、今のゲームだと当たり前でやってるけど、あれね、ドラクエでさえもやってなかったからね、最初の頃は。FF とかもね。だから、あの、戦う連打はね、あの、ダメなんですよ。ヘラクレスとかとは違って。強くなってくると、一発でバシッと倒したら、あと全員スカスカスカになってもったいないから、なるべくこう分散するんだけど、あ、怪我になってるの、ドラえもんが。おーおーおお、あれレベルアップし、ああちょっと待って待って、まあいいや、これ倒せるからいいや。怪我ってなんだっけ。と、おレベルアップした、勇気か、勇気が上がった、そうそう、レベルじゃなくて勇気なんだよ。でここでこう来ると、ちょっと待って、じゃあステータス、あれステータスどれだっけ、これか、怪我、あれ怪我ってなんだっけ、怪我って何で治すんだっけ、怪我ちょっと待って、何もない、あれ怪我ってなんだっけ、あ、ここじゃねえや、やはり店どこだったっけ、こっちか、あれ、こういうとこで眠らせてくれないかな。いや。あれどこだっけ店。あれ店どっちだ。ここじゃないよな。
っていうかドラえもんもなんかこう砂のまぶされたこうね翻訳こんにゃくをこう食べたんでしょうね。毒キエールメガサメールマヒナオール、あれ怪我ってなんだ、ちょっと待って今どういう状態、ドラえもんの怪我ってあれか、体力が減ってるって意味か。じゃあ我慢してもらってもいいか。まあいいやこのままでいいや。ちょっと怪我の概念ちょっと忘れたな。何だったっけ怪我って。取説見やいいんだよな。取説見なくてもいいや今日は。もったいない。ちょっとやばいなこれ。あ一人で倒せる。そうだな。よし、あドラえもんが結局よし、酒缶は一人で倒せる。よしよし、治ったよし、レベルアップすると体力が戻る。よしこれでいいや。これでいいや。こんな感じかな配分は。よし、なんかもうあと今日はなんか とりあえずリスクを犯す前にちょっとレベルを一回上げときたいパターン。でもちょっとこれでレベル1個、じゃあ勇気が1個上がっただけでなんかこの辺の敵が一気に雑魚化したような気がする。あともしかしたらあのマジックソードだっけ、あのいい武器を持ってることも影響してるかもしれない。あと猫、美代子さん猫なのにしっかり攻撃してる。いやちょっともう一個レベル上げてからちょっと街を離れましょう。多分 なんか何々ナオール的なこうアイテムも特にまだ持たなくていいかなっていう気もするし、よしこれで酒缶のレベルが上がる。あ、美代子も上がった。ドラえもんだけ上がんなかったな。ドラえもんにも上がってもらおう。よし今日はどこら辺まで行けばいいかな。伸びた救済まで行けたらいいけど、行けるかな。でここをぐるぐる回したらいけないか。うん、まあとりあえずなんか今日の進み具合がそのままこのドラえもんの回のねどこまで進むかに影響しそうなんで、とりあえずちょっとこの辺を一回ぐるりと。あ、なんか強そうなの出てきた。トゲムシ16だって。16で倒した。あー美代子さん空振り。ちょっとみんな分散していいか今もう。よしよし、ここら辺はまだそんなに苦労せずに大丈夫っぽい。あ、この辺まで大丈夫か。ドラクエ的に言うと橋を渡ったからってのでいくとまあここまあね同じやつがこの範囲は出てくると思えばまあ大丈夫。あーそうか、美代子さん一人の攻撃だとちょっと厳しいのか。ちょっと猫の手は借りたぐらいじゃどうにもならないってことですね。はい、もう一個ぐらいレベル上がると美代子さんも強くなると思うけど、でも美代子さんを強くしても意味ないんですよ。のび太助けたらのび太がそのポジションに入って美代子さんさよならだから。まあねそんな感じで。あれここは何もないのか。はい、何もなかった。さてどこまで1時間でいけるかね。あともう半分通過してるから、ちょっとこれはこのままちょっともう少し行きたいよね。
でも次の町がなんか東の方にあるって言われてたよね、さっき。よし、今のは順番の問題だからしょうがない。よし、これを渡ると、あ、なんかまた新しいのが出てきた。足ミミズ、そんな強くもなかった。よし、これで。よし、ちょっとなんかコウモリ、その、酒缶一人で倒せるか試したかったな、コウモリを。うん、まあいいや、ちょっとここで一回この町に入って聞き込みを。ここは港の村だよ。港の村ね。どういう作りだ。ねえ、内緒だよ。僕と大人たちが銀の塊を隠すのを見たの。場所はね、あれ忘れちゃった。まあいいや、銀があるのね、どっかに。銀っていうのも具体的じゃないな。銀？銀じゃないけど、金のネックレスなら持ってるわ。でもあげない。うふ。いやいや。首輪をつけた犬がいるの。でも誰も自分ちの犬じゃないっていうのよ。犬？お前たち魔王に逆らうつもりじゃないだろうの。やめなされ。ああ、恐ろしや。ああいうね、大人がね、あの政治をダメにしてるんですよ。全くどこかの犬が村に居ついちまってよ。俺犬が怖いんだよ。犬？まあ可愛い子猫ちゃん。そう、美代子さんだからね。で、ここまでか。あれ？で、こっちか。あれか、犬。銀はみんな魔王の手下が持っていっちまった。ワンワンワン。この犬だよな。ここは買い物か。まあ今んところいいや。さて、北に行くと職人の村です。いろんな職人さんがいますよ。職人、魔法の世界だよね。一応確認だけど、魔法の世界だけど職人がいるのね。私のおじさんは鍛冶屋なの。特に銀細工が得意よ。おじさんは職人の村にいるわ。だから銀を手に入れて職人の村で銀の矢を作ってもらうっていう感じかな。うん。で、あの犬をどうするかだよな。あの犬をどうするかだけど、関係なく戦えるなら次の村に行くのです。お、いや、ジャジャマルよりなんか緩いかもしれない。あんま経験値稼ぎしなくていいのかもしれない、今のところ。いや、もう何分記憶がここまで余裕で。ここは職人の村だ。みんな仕事のプロだぜ。職人とプロはだいぶ、まあまあまあ、うん、まあはい。そうですね。村の外は物騒で歩けやしない。銀細工だったらやっぱり鍛冶屋のマサだな。腕は天下一だぜ。
この前谷間の村の村長さんが鍛冶屋に入っていったわよ。鍛冶屋？あれ、これ話しかけたっけ。デマンを倒しに行くの、大した子供たちだね。悪魔退治のプロなの。もう犬が何か光るものを加えてるのを見たんだけど、あれは何だったんだろう。あの犬があそこのなんか壁で囲われた中に何かを埋めたってことだよね。俺は大工だ。村の家は全部俺が魔法で建てたんだ。え、変。もう魔法と、もうそういうこと？大工魔法っていうのを使える人がいるってことかな。これさっきもう全部話したな。さて、これは鍵屋だ。谷間の村の村長が鍵を持ってきたんだが、さすがの俺様にも何の鍵かわからなかったぜ。え、谷間？もう一個村があるか。さて、銀の矢は手に入れたか。いいえ、それがなければ魔王を倒せないぞ。いや、なんで知ってんだよ。結構直球なんだよな、ヒントが。ヒントじゃないんだよな。特用どら焼き、スーパードラ焼き、まあこの辺回復系だもんね。持ってるどら焼きはお金で、か特用はあの食用というか回復用って、そんな感じだよな、意味合いとしては。谷間の村は東にあると、うん、多分東しか進む方向なかったから知ってたかもしれない。あとはん？このパターンか。チャンピオングローブ、あ、ちょっと待って、それ美代子さんに武器持たせてなかったな。これちょっと待って、ドラえもんポケットチャンピオングラブ渡す、ドラえもんポケット光ゴケ渡す、あれ持てん、あ、装備できないのか。美代子さんが、あ、でもあれか、剣かなんか持ってたっけ、映画の時にも猫の格好して違ったっけ、なんか持ってた気がするな。なんか違うか、何かと混じってるかもしんない。大魔教のあの犬と、ま、混じってるかもしんない、記憶が。光ゴケは確かに装備じゃないもんな。光ゴケは装備じゃないもん。チャンピオングローブもあれか、装備じゃないのか。とりあえずポケットを入れとこう。これ多分処理的には美代子さんいなくなった時の装備品元に戻ると思うんだけど、もしね、こう消えちゃったら最悪だからね。俺は鍛冶屋のマサだ。大工、金細工の仕事を、今そんな際になれないよ。俺の犬が隣村でにいるんだけど、心配で心配で。君たち元気にしているか様子を見てきてくれないか。はい、意味が分かんない。すげえな、隣町に別荘を持って犬を飼ってるようなイメージかな。変な通れる場所があるし。
な通れる場所はあるけどアイテムはないのか。一回戻りますか。犬に骨をあげるのか、犬勝手に骨が与えられるのか分かんないけど、よし大丈夫、一撃あれどこだか、あそこの犬か、犬いや結構サクサク進んでるのかな、あこっちだね、サクサク進んでるのかな。金が見つかったいやこの犬は別に何もこれで元気だったっていう証明になるのかな、なるのかな、なんだろうな。今ならねこうスマホでね映像を送ってみたりとかできるけどね、でもねお金持ちのこうねなんだこう匠だったらね隣町にこうカメラつけてこう常に監視するとかできるからイメージがそんな感じかな。でも魔法だから魔法でこうどこに誰がいるとかわかんのかな。もう世界観的になんか魔法使える以外全部この世と一緒って感じでわけわからんだよね。こいつ初登場かな、こいつ人食いそうも結構あっさり倒せるな。おレベルアップ、結構さまあ序盤ちょっと経験値稼ぎっぽいことしたけどあとはあんま気にせずガンガンレベル上がってるな。ここかな、犬のやつは元気だったか、そうか安心したよ。おやそれは銀じゃないかいや銀じゃないかいや銀の家がいいんだけどさ、銀を見てさ銀の矢を作ろうってならないからな普通冷たいよ、もうあいつ冷たいよ。銀の矢持ってるだけ、よし次の町に。あすげえすげえ、何でも一撃。いやーこれはなんかサクサク進んでるけどもういっそのことボス倒すとこまでいかないかな、1時間で。ちょっと最初もったいなかったな、こう考えると。時間配分がちょっともったいなかったかもしれない。でもなんとなく、サムネを考えると、でも結構広いな。サムネを考えると別に今回、ここだけでもう終わってもいい気が、なんかいきなり強そうなの出てきた。頑張った会心か、よし全然余裕でしょ。ちょっと強そうな敵が出てきても大丈夫。ドラえもんがこれを一撃で倒せてないの
あ、いた、あった、あった。結構街いっぱい見てるな、もう。ちょっと終わったらちゃんと、聞き込み調査のメモ取っとかないと混乱しそうだけど、なんとなく今のところ、あんま大事なヒントを聞けてないような気もする。特に手詰まり感はない。いや、谷間の村へようこそ。もうどんどん村の数が増えていくだけだな。魔王は一度は倒したのに、まだなぜ復活したんだろう。たどたどしい読み方になってしまいました。ここに一人いるな。魔王の城には普通のやり方ではいけないわ。魔術博士ならその方向を知っているかもね。方法を知ってるかもね。魔術博士、ここは魔王の城の近くなの。私怖くて、いや見えたから魔王の城。デマンを復活させたのはぎっくりゾンビとかいうやつだと。え、ギガゾンビ、あ、そう、うんうん、ギガゾンビなんてそんなインパクトなかったけどね。ここの村長は甘いものに目がなくてね。甘いものが必要なのか、特用ドラ焼きでも買ってきゃいいのかな。暗闇をあっという間に明るくしてしまう道具があるんだってさ。誰かが職人の町にあるって言ってたけど本当かな。光ゴケのことかな。僕の得意な魔法はこれだ。チンからホイ。え、わかったかな。わかんねえ。この子の知ってる魔法はスカートめくりなの。でもほとんどめくれないの、うん、まあどうでもいいや。どうでもいいや。チンカラ村は東のまやかしの平原を抜けたところだ。その平原はとても恐ろしいところで勇気がなくてはいけないぞ。まあレベルが高くなきゃいけないぞって言ってるわけですね。あれ、こいつ話しかけたっけ。あ、そこ、さっきのあれか。あとはここか。どら焼きの数少ないんだよな。とか今ちょっとよくよく考えたらあれだよ、ドラミだよ。いや、そう忘れてた、お金をもらってなかった。とりあえず特用どら焼きとスーパードラ焼きを一個ずつ持っとこう。なんとなくなんか甘いものが好きうんぬんの話にちょっと絡むような。ふう、いやいや、こんにちは。おや、この匂いはどら焼きだね。美味しそうだな。どうだい、それを少しくれないかい。はい、お、ありがとう。親切な子供たちだ。嬉しいな。お礼にこの鍵をあげよう。きっと役に立つだろう。いや、ちょっと待って、あれ、もしかして普通のどら焼きでよかったってこと。あ、そう、いわゆる現金をもら、あ、取られたってことか。まあいいや。よし、順調だけど、なんかちょっとどこで終わっても中途半端感があるな今日は。もう一個町進めてもいいな。ただちょっとこの辺の構造を理解。電電ワニか。今の人が見たらちょっとなんかワンピースなの、電話するやつみたい、電話電話するあれみたいなイメージを持たれてしまいそうな電電ワニ。あれ、ここはこんな感じか。麻痺してるよ。ドラえもん麻痺してるよ。あれ、この麻痺ってずっと麻痺してんの？大丈夫だよね。今だけだよね。
なんかここら辺ビジュアル違うけどあんまり関係ないんだよな、これ多分。山が2種類あるのか。でんでんワニがやっぱり、あれ、そっかそっかそっか、ネズミ先倒すんだった。あ、ちょっと強いぞこいつ、ちょっと強いぞこいつ。あ、ドラえもんが戦える。よし、サクサク進むね。まだマップ把握ちゃんとできてないんだけどさまあいいや。おお、あ、スタート地点じゃん。スタート地点の上だよ。よし。あれ、いきなり敵がすげえ出るようになったな。これもこれでエンカウント率あんま良くないのかな、バランスが。ドラえもんも伸びてネズミ終わったからさ。あー、でもこの感覚だとちょっと今日のうちにのび太くん救済は無理ですね。次の町にぐらいまで行きたいな、これ。そんな感じだよな、感覚的には。いけるかな、引き込みしたぐらいでやめるとちょうどいいのかな。ただ行けるかどうか。あれでも東の方になんかあるって言われたけど、あれ、またなんか強そうなの出てきたな。ちょっと待って、美代子さん怪我になってる。ここはもしかしたら急がない方がいいかもしれない。あ、強い、ちょっと強いぞこれ。これダメだ、ちょっと一回立ち止まろう。残りの時間はちょっと戻って経験値稼ぎにしよう。ここ強いわ。あ、でもレベル上がると体力回復するのはいいとして、あの怪我が治るのはどうかと思うけど、あれだよね、怪我って結局のところ、あのドラクエとかであのオレンジ色の画面になるようなニュアンスだよね、あの怪我はね、多分。あれ、こんなだったっけ、ちょっとマップの作りがやばいやばい。あれ、マップの作りが、あれ、これ戻ってるよな。なるほど。ちょっと一回戻ろう。
ダメだ、これ以上進んでもどうにもならないわ。ひゃあれ、町まで戻りたいよな。町に行って一応今厄介だな。ネズミが出るたびにドラえもんが麻痺するのはちょっと勘弁してほしいな。いや知ってたけどさ。レベル7か。よし。で、ちょっと待って、一回ここで確認かな、こう。うん。じゃなくて、違う、ドラミー、元気を回復してね。すみなさい。ということで、まあ今日はねこの辺で終わりにしようかと思います。はい、ということでね、結構サクサク進んでるけど、まだのび太しず、のび太、ちょっと順番がね、のび太、スネ夫、ジャイアン、静香、のび太、ジャイアン、スネ夫、静香か分かんないけど、4人助けて最後まで行くから、まあ最低でも5回、まあ、倍見積もって10回ぐらいはこれ続くんじゃないかなと思います。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さきかんでした。